ダンジョンに出会いを求めアイズさんにお会いできて僕嬉しいです。ゲームの設定を変更するんですね。アイスさん、新しい冒険行きましょう。遠い昔、無限の時を何一つの不自由なく過ごすことに飽きてしまった僕たち神は、さまざまな無駄を抱えながらも懸命に日々を生きる子供たちに娯楽を見出し、下界に降りた神々は一時一時を懸命に生きざるを得ない不自由さに、それはもう大いに戸惑ったらしい。しかし神々はそんな不自由さや戸惑いにさえ喜びを見出したんだ。そして神々は決めた。不自由とは無縁の生活を捨てて、不便極まりないこの世界を、子供たちがそうするように日々を助け合い、この僕たちが子供たちに与えられるのはたった一つ。恩恵を与えられた子供たちはその神の眷属、ファミリアになる。ここは迷宮都市オラリオ、ダンジョンと共にある町。地上に降りた僕はここで、名はベル・クラネル、僕の唯一の眷属、ヘスティア・ファミリアのたった一人の。ベル、冒険者なら出会いを求めなくちゃな。醜悪なモンスターからか弱い女冒険者を助け、感謝されいい仲になる。これぞ冒険の醍醐味ってやつだ。ベル君、おい、ベル君。あれ、神様、ずいぶんと幸せそうな顔。違う。そこは気を持たせ。はい、テキストログを表示ですね。すみません。謝る必要はないよ。そこがベル君のいいところ。あところでベル君、今日もダンジョンに行くのかい？はい、そのつもりです。頑張って早く強くならないといけませんし。頑張るのはいい、でも君はまだ冒険者になって間もないんだ。僕は君に何かあったら一生泣いて暮らすことになる。それだけは忘れないでおくれ。分かってますよ、神様。本当に分かってるのか？いや、絶対に分かってない。じゃあ神様、ダンジョンへ行ってきますね。ああ、うん、分かりました。
こんにちは。これからダンジョンに行くの？はい、今日はもう少し奥まで潜ってみようと思ってます。はい、そりゃもう。そう。ねえ、ベル君。いいですけど、冒険者の多くは、ダンジョンに慣れた頃に痛い目に遭うんだ。まさか。その…僕、ちとも調子に乗ってません。だから…ベル君、おごりは…それに、慣れてきた今こそ。クエストってついてるけど、このメイン画面にストーリーボタンを実行すると、はい、ここでもう一つ注意。ストーリークエスト中のダンジョンで、そうすると頑張って貯めたスキルポイントや、でも探索中のダンジョンから途中で帰還、状況を見定めて途中無事にストーリークエストをクリアすると、ストーリーが進みます。ベル君の冒険、じゃあ気をつけてね。危ないと思ったらすぐに引き返すんだよ。はい、わかりました。ダンジョンにアイズさんにお会いできて僕嬉しいです。ゲームデータをロードしますか？
はい、うまく。またダンジョンに潜るよね。わかりました。ゲームデータをセーブしますか？ありがとうございます。次はゴブリン退治だよ。はい、行ってきます。頑張ってね、デルク。
ちょっと緊張しちゃいましたけど。今日はもう帰って休むんだよ。ちゃんと栄養もとってね。エイナさん、今日はありがとうございました。ゲームデータをセーブしますか？タイトルに戻るんですか？